沖縄県民は27年間を異民族支配で苦しみ、43年間は全国の米軍基地の 70% 以上の過剰な負担を背負い、日米安保条約の根幹を支えるために、自らの土地を自らの意思に反して米軍に提供し続けてまいりました。その沖縄県民がいかなる理由であれ、国から裁判によって訴えられることに、じくじたる思いがあります。この問題は、行政司法によって解決が図れるようなものではありません。安倍総理と沖縄県の翁長知事が、政治家として胸襟を開いた真摯な交渉を行い、解決すべきです。辺野古問題は合意に進めては、今後も日米安保の根幹を支える沖縄県が混乱し、長期的なビジョンから見て正しい選択ではありません。安倍総理と翁長知事はもう一度、総理主導のもと、対話の窓口を開き、政治交渉を行うべきです。そして、行政司法のみを重視しない解決策を模索するというメッセージを発するべきです。総理のお考えをお聞かせください。我が国は外交安保の